3K95 キンジャールはソビエト連邦が開発した股間防空ミサイルシステム。NATO コードネームは SAN-9 ガントレット。輸出向け名称はクリノーク。なお、キンジャールとはコサックの用いる探検。クリノークとは闘神の意味である。キンジャールシステムは地上用の9 k 3 3 0トールの関西版である。垂直発射方式の採用による 優れた即応性と新しい誘導システムと射撃式システムによる同時光線性能を備えている。1970年代後半よりソ連海軍は 4K33 オサー M を更新するための新しい股間防空ミサイルシステムの開発に着手した。これは地上軍の 9K33 オサーの更新計画と 合流して進められることとなり、1982年より、グリシャ級フリゲートの MPK-104 において、養生試験に入った。試験はやや難航し、キンジャールシステムの搭載を前提に建造されていた、ウダロイ級駆逐艦の初期立造艦は、未搭載状態での収益を余儀なくされた。しかし、1986年春には P-5 を改良した。 強敵機を撃破することに成功し、1989年より本格的な配備に入った。キンジャールシステムは、QM330 ミサイルと垂直発射装置、3R95 射撃式装置によって構成されている。キンジャールシステムの VLS は、より大型の S-300F フォールトと同様の、コールドランチ方式、8連装リボルバー型のものとなっており、 ミサイルセルが回転して発射位置に来るとミサイルのコールドガスによって発射機から出された後空中でロケットモーターに点火する。3R95 は C バンドの目標補足レーダーと K バンドの光線レーダーという2種のレーダーによって構成されており同時に4目標を攻撃することができる。近ールシステムは8内視24秒という 優れたリアクションタイムを示しており、捜査人員は合計で13名である。ウィキメディアコモンズには 3K95 キンジャールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。